皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もウォッチドングスレギオン遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ハッカー集団ゼロデーによってデッドセクは壊滅で、このアニメーター姉さんがね、新生デッドセクの1号になりました。で今回まず装備を回収しよう。え、これバールじゃないの？なんか便利なもの？さあこれがチュートリアル、テクノロジーアップグレード。まず左、テックポイント。テックポイントはロンドンの至るところで見つかる。取得してテクノロジーアップグレードを購入しよう。で、真ん中、ガジェット&ウェポン。テクノロジーメニューからテクノロジーを購入して、ガジェット、武器、ハッキングなどを手に入れてアップグレードしよう。で、一番右、そのテクノロジーを装備。工作員の武器やガジェットを変更するには、チームメニューの編集機能を使おう。購入したテクノロジーは全ての工作員が利用できる。さあ、まずはテックポイント。で、これを使って、ですね、アップグレードしましょう。AR クローク。アイテムを買う。もしくは、スパイダーボット、潜入型。で、これ持ってるね。ピストル。これ、テーザー銃とかではなくて、普通のピストルね。実弾か。追跡ドローンハック。アップグレードを購入。これどうしようかな。どっちかってことね。透明化する。まずこっち、AR クローク。着用者は透明化して、視界から消えることができる AR カムフラージュ。AR は拡張現実かな。 VR の仲間で、もう一個スパイダーボット、潜入型、ステルス性を重視したテイクダウンが可能なスパイダーボット。スパイダーボット、これは結構いいな。てかまあどっちもいいね。テイクダウンができる、こっち行こうかな。よし。さてで、これでロードアウト。まずですね、あ、これもうバール持ってんのか。まあ、ただ、バールは、そこら辺に落っこってそうなんだけど、まあいいや。よし。で、ガジェットを装備。この姉さんそうだね。なんかアニメーターならではの技を見せてほしいな。できれば。顔認証技術から身元を隠せる高度なシステムがあります。マスクです。ついでに、あなたのワードローブの中身を新しくすることについても話し合いましょう。まったく、ご自分の姿を見てください。これである。さあ、これで。購入。でですね、ショップね。アウターインナーレッグウェア、ワードローブ、マスク。マスクどうしようかな。豚さん。これなんだろう。多分なんだけど、ウォッチドングスマークついてるんで、前作とかのセーブデータってことかな。ガスマスク。まあでもどっちかっつったらこっちの方が似合ってんな。ガスマスク。で、今の装備したの？装備したの？してるね。よし。脱いだけども。で、他には、インナーレッグウェア。インナーですね。デフォルト。レッグウェア、デフォルト。シューズもデフォルトね。じゃあ、ここでこうなんか買いなさいと。あ、ただお金がないんだ。お、だいぶこれかっこいいじゃん。そうね、ここら辺はじゃあ貯めていこうかな。T シャツ。T シャツだったらこれ買えますね。640円。あとは、レッグウェア。メガネ、ハット。でもガスマスク持ってるからね。バッグ。あ、これかっこいいな。デッドセックロンドン。バッグ。じゃあなんとなく、これ買おうかな。よし。リュック。特に何のアドバンテージもありません。いくら立派な装備を手に入れようと、基礎は大事だ。まずは素手で立ち向かう方法を学んでもらう。こっちが武装してればアルビオンもエスカレートして撃ってくる。そうなれば市民が巻き添えを食らうかもしれない。デッドセックにとって銃器の使用は最終手段だ。コニー・ロビンソンとはもう会われましたか？彼女はパブのオーナーでオールドデッドセックとつながりがあります。加えてアマチュアボクシングのチャンピオンでもあります。彼女に鍛えてもらえば誰かが殴りかかってきても怖くありません。ちょっと待ってね。多分それ近接戦闘か。そのチュートリアル。今ね、多分あれだ。メガネをこれ装備してんのか。ワードローブ。あ、違うのかな。マスク。これにしてあるんだけど、なんかね、装備ができませんね。この後かな、じゃあ。バック。ここにメガネないもんね。フェイス。よし、じゃあいいか。まあ、とりあえず行きましょう。サクッと。どっちかな？この奥。すげえなこれ。ボクシングリング。すぐ行くよ。
準備してて。まだ、あ、始まるのこれ突然すぎない？近くで殴りかける。ブロックをかいくぐって、そう、三角でガードブレイク、これか。よし、いい感じ。本当にお前これアニメーターかよ。ボサッとしてちゃダメ。回避が丸ね、押し。そうそう、いいよ。はい。これボクサーじゃねんこいつ。でこれは三角でガードブレイク、まあ、ここら辺あの格闘ゲームの経験が生きてきますね。バーチャファイターの。よし、結構血出てるんだけど大丈夫か。ちょっと待って、これ、回避か、回避の練習ね。すいません、回避してからの。はい、悪くないよ。はい、待って、ちょ次は倒せね。はい、突然コナンが爆走してくんだ。はい、これは三角でガード崩しそうからのこう。さて良いですか。自滅したり銃を早く抜きすぎて撃たれてはならないことくらいは分かっていますか。ゼロデイを見つけて阻止する方法を考えているのですが、実体のある人の協力が必要です。準備ができていると良いのですが。うちが過激なテロリスト集団じゃないってことを証明するには相応のダメージコントロールが必要になる。自己判断で動いてもらうことになるけど、デッドセックの一員だってことだけは忘れるな。了解。とね、フォトブース、これはまだやってない。なんだよこれ。フォトブース、これは仮想空間なのかな。なんかこう記念撮影ができますということね。フォーカスシーンをリセットで、こうカメラのパン、こういう風に。これは何だろうね。なんとも言えないですねこれ。リディアライト、工作員を変える、あとマスクを変える。これもできるんだね。なるほどね。これ1枚取っておきたいんだけど、多分、シェアボタンかな。いや、丸か。すいません。丸ボタンね。よし。さあ、これで取れました。アップロード中。おそらくサーバーかなんかに共有されるのかな。他のプレイヤーさんと。で、それと、ですね、オーディオがね、前回1個残っていました。こっちね。これね、結構重要な設定について語るんですよね。たまにポコッと。なので、一応取っとこう。こんにちは。ジ・アップロードにようこそ。今回のテーマは CTOS3.0 について。今やロンドン全体を支えている都市制御システムよ。おさらいが必要な人がいるかどうかはわからないけど、CTOS は2014年にシカゴに導入されて、2017年にはサンフランシスコ、それからここロンドンにやってきた。そして CTOS は展開されるたび、とんでもない被害を引き起こしてきた。幸運にもロンドンにおらず、混乱に巻き込まれていないリスナーは、テレコムタワーが今やブルームの所有だということを思い出してほしい。テレコムタワーはロンドンの北西にある。通信ハブとして常にテレビ放送と通信ネットワークを支えてきた。秘密はありそうだったけどな。そしてブルームがさらなる秘密を増やした。そう、今やブルームの都市監視作戦は全てテレコムタワーを通じて行われてる。あの外見はバカげてる。間抜けな王冠みたいなのがてっぺんについてるし、それにあの青い光は何？そもそもあれは何だ？機能は全く意味が見出せない。まるで地平線の染みって感じがする。でも今やあれは人々を支配する拠点ってわけ。ネットワークもバグリーもここで管理されてる。それと自動運転車もそうだ。あれって勝手に走ってるもんだと。いや、車の陰に巨大制御システム CTOS がある。自動運転技術の黎明期には車が自走しているだけの時期もあった。その頃の車はいくつものセンサーで周囲を見ていたんだ。レーダーが遠くを見て、ライダーが周辺の物体を見るということになるかな。その技術の一部は今でも使われているが、ブルームの CTOS と詳細な地図、それとロンドンのデータがブルームに主導権を握らせたんだ。 CTOS は車の操作権限を奪える。自動運転車に乗るならこれは不可避だ。でもシステムはひどいもんよね。めちゃくちゃ腹が立つ。自動運転車のカーシェアリングを使おうとすると必ず交通渋滞や道路封鎖に引っかかる。それに加えて事故、他の車に追突したって話を何度聞いたことか。人間のドライバーよりひどいんじゃない。技術は世界を良くするためのものなのに、ブルームのせいでロンドンは前よりもずっとひどい状態になった。俺はもう自転車しか使わない。自動運転じゃないからな今のところは。
データについては話したくもない。ロンドン周辺での自動運転車の行動はブルームが逐一モニターしてるし、情報制御システムにフィードバックされてる。またブルームとプライバシーの話？もううるさい。この街の車ほどじゃない。はい、というもの。この一番上、2014年、あと2017年、これはウォッチドッグス1、2か。この記述ね、この真ん中ですね。シカゴとサンフランシスコ、舞台も全く一緒。そう、結構ね、こういうのあるんですよ。あとね、前回大事だったの、オーディオログの中で、あれですね。バグリーっていうその AI か、あれを作ったのがブロカテックという会社。で、その創業者、スカイラーセンという女性ね、っていうのがいますと。それもこうなんかさらっと説明されたんで、あれはね、多分絡んでくると思う。ブロカテック。さあ、ここからどこに行く。あ、でこれ採用開始。この人たちもこれ仲間にできるんだ。まずは間違いを起こさないこと。今のロンドンは武装した傭兵が通りを巡回してるからな。名目上は市民の安全のためだけど、実際はみんなをビビらせてるだけだ。アルビオンは恐怖で人を従わせる、まさにファシストのやり方だよ。だからこそロンドン市民の抵抗する意思を呼び覚ますんだ。アルビオンは問題を解決したりしない。奴らこそが問題なんだからな。そのためには情報が必要です。オプティックに2組の座標を送ります。ありがとう、バグリー。今のところ2つの計画を考えてる。1つはアルビオンのプロパガンダを妨害すること。この街の通りやハイウェイは奴らの所有物じゃないってことをみんなに示すんだ。2つ目はアルビオンの計画を妨害するためにもできる限りの情報をかき集めるってこと。あんたにも働いてもらいたい。もちろん、場所を言ってくれたらどこででも騒ぎを起こすよ、ザビーネ。よし、この町を市民の手に取り戻そう。さあ、多分ここからメインミッションね、行きましょう。まず何する？ミッション開始。火花を散らせ。どこに行く？この左上。まずアルビオンのプロパガンダを妨害しろ。と、もう一個、オペレーションデータを入手しろ。マップ見ようか。今ここにいて、あ、これ結構遠いね。ここもしくはこっちっていう感じ。これそうだね。で、これポイントだったっけ？あ、ですね。テックポイント。じゃあ、まずこれこっち行ってみようか。火花を散らせ。で、丸ボタンで、そう。これ配置して、ですね。1.2 キロ。これはぜひ、お車を。お借りしたい。これ大丈夫かな？もらっちゃって。盗む。あー、これあれか。グランドセフトオート的なあれね。これはね、すいません、ちぎります。ドラテクで。いけるかな？背後カメラ。あ、左から敵来てんな。あいつらね。今多分なんか妨害したな。L1 押して。ポチッとな。よし。で、青ゲージになった。多分警戒モード。なるほどね。じゃあ、ドローンも注意しないとまずいかな。ほら、これとかね、飛んでるやつ。よし。さあ、これで、逃げ切りました。でですね、目的地ここら辺らしい。ここ、ちょっと降りようか。よし。さあ、この中、これは大丈夫かな、通っちゃって。あと、あれは敵か。あ、敵ですね。ハイジャック。まずね、こっから、あの二人か。最低二人。あれを始末したい。トラップ設置。これはそうだね。で、何？チュートリアル。立ち入り禁止エリア。立ち入り禁止エリアは厳重な警備が施された危険な区域で、ミニマップ上で赤くマークされている。侵入者は発見され次第攻撃される。で、真ん中の偵察。R3 を押して周辺をスキャンし、偵察に使用できるものを見つけよう。スキャンで見つけたカメラやドローンをハイジャックして偵察したり、トラップを設置しておこう。で、最後にステルス。ステルスを使って戦闘を避け、L3 でしゃがもう。
敵のリーダーに発見されると増援を呼ばれてしまうので真っ先に始末しよう。アルビオンが王立裁判所に活動拠点を設けました。いい加減にしてよ。アルビオンが判事と陪審員兼処刑人になったなんて、これで公正な裁判は終わりを迎えたね。だな。でも反対派の中からどうやってアルビオンがターゲットを選んでるのか、その情報もそこにあるはずだ。誰を何の理由でってことも含めてな。奴らの活動を邪魔するなら必要な情報だ。あ、これまずい。このドローンってこれ見つかるんだ。で、あのテイクダウンって、テイクダウン、あ、よしよし、なんかバリッとなった。で、もう一人いたはず。そこにハイジャック。これで、トラップ設置。よし、バリッた。あと、そこもか。これはそうだね。ハイジャック。そこのカメラ。これで、これも敵ね。ハイジャック。こいつはね、結構強そう。ここら辺にバリバリないかな。あとね、これ多分鍵だわ。陽動ハイジャック、今自分はこれ大丈夫だもんね。ハッキング、よし。暗号通貨を抜き取る ETO。 あー、多分これあれか、俗に言う仮想通貨、暗号資産ね。さて、そこに来てくれればよし。ここだ。ここで呼んで、こいつこいつ、あ、そう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 、いいよ。待ってね。あ、そうそうそう、そこそこ、よし、いた。さあ、バニバニして、あとね、ここら辺もなんか理想。ドキュメントがある。で、限ってて、これが目的ね。今の、黄色いやつ。他これどこにいる？あれ、主人公ね。画面の中央。あ、これも敵かな。ただですね、陽動に使えるもの、トラップか。どっかにないか。なんか。ハイジャック。これはどこ？あ、いいね。ここのカメラ。できればそう、この方々をやりたいんだけど、この二人ね。ただね、ちょうどそこにないんですよね。なので、これはもう自分で行くしかないかな。他にいる？あ、上にいたわ。ここにいる。なので、あ、くそ、これは、これね、そこに行かせたいんだけど、ちょっときついよね。あれですよね、真下に来ちゃう。これどうなんだろう、陽動。あ、なるほどね、こうスマホでチェックしてダメにさせられるんだ。インタラクトできなくなる。トラップ設置。そこの二人、この二人はちょい困るな。今これ銃持ってるね。よし、これ銃の武装解除ってどうするんだろう。待ってね、装備の解除、これできなくない？多分できないかもしれない。よし、さあ一人行きました。で、こいつはですね、裏からこう寄っていく。で、テイクダウン。あ、あれ、テイクダウンは？そう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 。よし。さて、で、残りがですね、多分上の一人だけ。あれ、そこ行った。あ、来ましたね。そこにいる。まあ、これもできればスマートにポコッといきたいところ。警戒してんな。あそこら辺は使えるものあるないか。手前にあったな、トラップ。おし、いた。さあ、これでどうかな。多分全員じゃない。よし。え、このゲームさ、この武装解除ってこれどうするんだろう。これはエモートかな、多分。武装解除。あ、ですね。あれか。下キーだわ。これね。で、おそらくこの、
武装ね、多分外でドローンとかに見つかるとさっきの追跡モードになると思います。これに関してはで、なんか拾ったんだけど表示がされない。いやーなんだろうな、こういう時やっぱりゲームの説明書欲しいね。紙のやつで、あれは待って、これは何、解除、左トラップね。でこれ解除してこう繋がりましたと。そう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 。でそっちに行ける。他には何かアイテムあったっけ。これ弾薬ね。とりあえず補充して、あとね、そう、このドローンの使い方がまだわからんな。どっちかっていうと先はクロークの方が良かったかもしれない。敵から見えなくなる。あとね、そう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 、そこも何かを解除できる。これなんだろう。さあどうかな。これがですね、ああそこの外の径とか、多分脱出口かな。それかまあ別ルートと、こっち、これはトラップね。トラップ設置、トラップ設置っていうか起動だよねに近いと思う。アイテム、ここはないかな。よし、でこれカメラね。あとね、このカメラは何だろう、そこのこのカメラマーク、これ何だろう、あれカメラかな、カメラマーク、あれ何だろう。そこにですね、そう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 、これはカウンターカルチャーを広めるには、カメラのマークじゃないわ、なんかコロコロのマークか、ペイントのスプラトゥーン的な。でチュートリアル、ストリートアート、ストリートアートのロケーション、ロンドンにはストリートアートのロケーションが47カ所ある。到達する難易度が高いほど報酬もいい。で進行状況、新しいロケーションでストリートアートをするとさらなる報酬レベルと新しいステンシルが解除される。よしよし、たまたま、じゃあこれ行こうかな。どうしようかな。ジエンド、いやデッドセック復活を祝って、そうそう、このローラーのアイコンね、さっきのこれ一本でどうやって書くんだよ。よし、悪いってのは時にかっこいい。さてでお金もらって、さすがアニメーターでからの、そっち開ける閉じる。でこれね、他にはどうかな、なんかある。あ、そうそう、ドキュメント、王立裁判所その2。これそうね、すいません、しっかり読みたい方はね一時停止して読んでいってくださると嬉しいです。法廷の封鎖について、これが要人リスト、ルパーとシンシア、クリストファー、ジェレミー、オーウェン。これなんだろう、今この段階ではよくわかんない。とりあえず覚えとこう。さてで情報抜き取って、よし、さあこれでチャレンジ完了ね。カムデン、抵抗力の上昇で壊滅させました。おーし、バグリー、何かわかった？アルビオンが重要標的とみなしている対象者のリストを手に入れました。ロンドンの平和を脅かす存在という基準で選ばれています。ご覧ください。ジャーナリストに、この方は保護施設の運営者ですね。ああ、戸締まりには気をつけませんと。え？誰もが反乱の種として、あるいは不服従の兆候を示す存在として見られてる。アルビオンは市民が立ち上がる前に拘束してるってわけだ。皮肉なもんだけど、このリストを使えば味方になってくれそうなやつを見つけられるかもな。お手柄だ。アルビオンのプロパガンダを妨害してみんなに希望を与えるとしようか。無報酬で命を懸けられますか。ストリートアートでロンドンはデッドセックの復活を知るでしょう。目標達成のための資金が集まるかもしれません。多分これでミッションクリアかな。
ですかね。じゃあそうですね、すいません、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ですね、もう一個プロパガンダを妨害しろ、こっちのミッションを攻略していきましょう。はい、よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回もちろんスネギオンでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。